皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はね、嬉しいというか面白いなと思うんですけど、男の勲章というね、島田助さんという方が歌っておられた曲があるんですけれども、この曲がまあヤンキーのね、横浜銀杯ファミリーみたいな感じで出てきたんですけど、なんとびっくりしました。私はテレビ全然見ないんで教えていただきたいんですけど、今日から俺はというドラマの主題歌になったらしく、もう手を叩いて喜びました。この曲かっこいいですよ。で、今日から俺は見てる方、ぜひウクレレでガズレレ流簡単バージョンでウクレレ始めましょう。この曲歌いましょう。はい、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流オリジナル簡単バージョンやってから、後半はかっこいいバージョンやりますよ。ロックンロールっぽい感じでかっこよく決めたいと思うぜ、ベイベー、ロッケンロールって感じですけれども、はい。大好きな曲。今話題になってる曲とか、これ、ウクレレで弾いたらですね、もう本当ね、モテますよ。モテるっていうのは、異性にだけじゃなくて、子供にもお年寄りにも、もう本当にみんなに、ね、こう、輪になれば、られます。リュックからサッと出して、ほら、パッと弾けるわけですから、他の楽器ではそういうわけにはいかないですよ。ぜひ始めてください。ウクレレだけが簡単です。他の楽器は難しいです。ウクレレ簡単です。ただし、ウクレレも奥は深いですからね、ずっと続けられる素晴らしい人生の相棒になると思いますよ。ぜひ皆さんも始めてください。音楽なんか私苦手、音楽できないという、そこのあなた、ウクレレがあなたを助けてくれるでしょう。これ簡単ですから、ぜひ始めてください。どうやったら始められるか、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでウクレレどんどんできちゃいます。このチャンネルはですね、この私が親切丁寧に分かりやすく持ち方とかコードの下げ方と弾き方全部ね、動画でレクチャーしてるんですよ。ぜひ始めてみてください。 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるしですね、ご飯が炊ける間でも、そう、洗濯機回してる間でもちょっとできる。しかも無料です。無料は、これはいいですね。本もいっぱい出てますからね、そういうのを使ってもいろいろやってみてください。ここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見ていくだけで、あれ私弾けちゃってるじゃんってなりますからね。はい、じゃあリンクあります。いってらっしゃい。勝ち。そこにはもうすでに650曲以上のあらゆる音楽のあらゆるジャンルのアップロードが、ウクレレ練習用アップロード、超簡単ウクレレレッスン動画のアップロードですからね、ぜひ見てください。じゃあそろそろ行きましょうか。男の勲章、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみるぜ、ベイビー。ワン、ツー、スリー、フォー。突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。ワン、ツー、スリー、シンプル簡単バージョンやってみました。今はまあドラマ尺というか、まあ一番ずっとやって最後ちょっとサビを繰り返して終わったというガズレレ流ショートカットオリジナルバージョンでお届けしました。いい曲ですよね。かっこいいです。もうなんかですね、なんて言うんだろう、マスコットガールのイメージとか出てきますね。あの女の子がなんかいるみたいな感じ。まあ、はい、いいや。はい。まずですね、テロップ、動画内のテロップを見ていただくのもいいんですけど、ご自分でね、紙に書き、ノートに書き出すのをお勧めしますんでね、その時の参考になるように見てください。でですね、この下に書いてある
丸く囲ってあるじゃないですか。これは後半でやるかっこいいバージョンの時に解説するんで、今は上の段をやりました。なんで一応メモってください。じゃあこれ最初サビから始まりますね。今伸ばしたバージョンです。でここから A メロになります。どうぞ。じゃあサビから A メロメモってください。一時停止、はい、ですかね。でここからガキの頃 B メロになりました。ここらかっこいいですよね、やっぱり。はいはい、はい、A7 なんて出てくる。これ伸ばすとか書いてありますけどね、 A7。 はいはい、でまたサビなんですけど、ここのサビがちょっと見てください。突っ張ることが男のたった一つの勲章で、この胸に信じて生きてき、ここで繰り返して書いてあるから、この胸に信じて生きてき、突っ張りってこんなこと、ここで繰り返す。で戻ってきたら、この胸に信じて生きてゆくで終わったというのが今のガゼレリーショートカットバージョンでございました。さあそれではコードの解説いきましょう。 C A マイナー F D マイナーD7、G7、E7、Em7、A7 です。はい。A7。ね。A7 簡単でしょ。はい。これ。ガズレリ必須コードというコードのグループなんです。ガズレリ必須コードというのはですね、必須って書いてあるから分かるように覚えた方がいいです。ガズレリで今ご覧になっているガズレリ YouTube 動画といろんな曲、600曲以上の曲をセッションするときに、このガズレリ必須コードという8個のコードのグループ、たった8個ですよ。それでもありとあらゆる曲、ほとんど8割9割弾けますんで。以前私がそのめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画のリンクをここに貼っときますから、ここのリンク先に行ってコードのお勉強をしてください。ここのね、8個だけですからね。その中でも指一本のコードとかあるわけですから、ほら、簡単ですから、覚えてください。で、今回 A7 もそこで言ってると思うんで、A7 はここ1個押さえるだけですね。はい。あともう1個コードを書き忘れてました。C7 出てきます。ちょっと C7。C7 も簡単ですね、指一本。A7 と C7 は結構簡単コード、指一本です。C7 もね、ここです、ここ。ここ1個だけ。A7 はここね。C7、A7、はい。これで今のコードはこれで、今のコードじゃない、シンプル簡単バージョンはこのやり方でやってみました。これからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。コードが1個追加です。はい、これかっこいいバージョンでしか使ってない F マイナーというコード。この F マイナーというコードはちょっとウクレレ初心者がまず、初心者様が言えてねえな、初心者様がまず最初に引っかかるコードでございまして、 F マイナーちょっとレクチャーしましょう。押さえる場所はここと、こことここね。だからこういう風に押さえる、こういう風ですね。なんとも F から F マイナー、この胸に信じて生きていく、こうやって使うんですけど、これね、私の場合この上のここのところ親指で押さえちゃうんですよ。これでもいいし、これでもどちらでもいいですよ。押さえてる場所変わらないんで、やりやすい方を選んでください。 F マイナーでした。でですね、じゃあこの曲どんどん決めをいきましょうか。まずここ見てください。突っ張ることが男の、ここ下の段やれば CCCG7 ですけど、この C3 つは伸ばす感じにします。ちょっと聞いててください。引っ張ることが男のダンダンダンです。C 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 G7 A マイナー。わかった？最後の一回だけ G7 一個足すって感じ。その後もたった一つの勲章だって。でーんダンダンダン。G7 を一個ずつ入れていきます。なんでちょっと表記はややこしいんですけど、ただこう C 伸ばしておいて最後の一回 G7 を入れるって感じ。ここも A マイナー伸ばしておいて最後の一回 G7 って感じ。はい、ここですね。であとさっきも言ったここは F マイナーに変わります。この胸に信じてになって、ここ G7、 ここの G7 はチタタタタタタタおかずです。ちょっとここからやってみようかな。このここのとこ最初からやってみましょう。ワンツースリーフォー。突っ張ることが男のジャンジャンジャン、たった一つの勲章ダンダンダ、この胸 F マイナー信じて生きてきし、いきますよ。ツパパパパパパパです。ツパパパパパパパ、ツはチャチャパパパパパパ、はい、このチャとかですね。これはですね、ちょっと今から解説をしていくんですけど、まずこの曲全体像で言うと8ビートでございます。8ビートで、8ビートのチャができればなおいいです。このチャ、このやり方なんですけど、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムいろいろというホームページの1枚で、そこからまずは8ビート練習してください。できるようになったら8ビートのチャ、はい、チャです。このチャを使ってチャパパパパパパパ、さっきのチャパパパパパパパ、最初にチャをやってジャ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 、はい、ここかっこいいんでやってみてください。でどんどんいきますよ。
あとはね、あ、ここだ。で、ザーッと8ビートでかっこよくやるじゃないですか。これシンプルですよ。結構ここ伸ばしたりして。ここら辺ももちろんチャカチャカちょっとおかず入れて、またここに、ここのサビのところちょっと、一手間入れて入ってみて、一手間。まずこれ、ボディを叩くって弾き方、ボディヒッティングやるって俺だと思うんですけど、ちょっと見ててね。ワン、ツー、スリー、フォー。あることが男のダンダンにたった一つの勲章ダンダンこの胸に信じて生きてきつっぱることわかる第一回し目はダンパパスカタタスカこのボディヒットこの感じがかっこいいんですよあることが男のダンダンたった一つの勲章ダンダンこの胸に信じて生きてきつっぱることが男っていう風に繰り返したいと思います。ダンカカカツカカダンダンダンカカカカカダンダン。やってみてください。ちょっと難しかったらもちろん8ビートでもいいですからね。これちょっとメリハリつけると、まあなんかこうドラマ性が曲の中で出てくるかなという感じでいいと思いますね。はい。じゃあそれでは早速行きましょう。男の勲章、今日から俺はの主題歌になってる曲ですからね。かっこいいバージョン、ガゼレリル、やってみる。2、1、2、3。あることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた泣きたくなるような辛い時もあるけどいつも俺たち頑張ってきた時の重さに流されそうになった時でも歯を食いしばり恋バージョンやってみました。ああなんか懐かしくてロックンロールでストレートでシンプルでいいですね。はい。これね結構そのドラマの影響でですねキッズたちにも大受けだっていう情報がチヤホヤ聞かれてますんで子供たちがこの歌を歌ってるとかも本当面白い世の中です。はい、ありがとうございます。どんどん歌ってください。ドンガゼレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。皆さん嬉しいような悲しいような残念なようなもうめっちゃ嬉しいようなお知らせです。ドン11月11日ガゼレレの日大合唱の部第2部ありがとうございます。ソールドアウトになりました。パチ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 。満席です。ありがとうございます。まだ若干一部の式典と三部のパーティー参加申し込みできそうですが、この日々変動してますんでちょっとわからないですけど、ガゼレレの日11月11日なんですよ。毎年ね。はい、今年は明日です。もしそのことちょっと興味ある方、東京の大会までイベントやります。ここのリンク。ちょっと見てみてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、引き続きガゼレレ大合唱ツアー続いてますよ。11月の24日、和歌山行きます。25日、大阪。関西地方、久しぶりです。皆さん、ウクレレ持って駆けつけてくださいよ。こっちでもワイワイやりましょう。お一人様でも大歓迎、安心してください。ウクレレ持ってきてね。これ、キーポイントです。はい、12月は沖縄まで参ります。沖縄の方、海とウクレレ、合いますぜ、ってことですね。はい、で、まあ、11月は、この CD、ガズの CD も出るんでね、こっちも要注目です。この辺のことのホームページに記載がありますんで、この CD もめちゃくちゃいいですからね。ぜひゲットしてください。一緒にこの曲歌いましょう。この CD の曲の9曲。よろしくお願いします。はい、ガズレレ本出してます。いきなりウクレレ、主婦の友社から出ているガズのめちゃくちゃいいこと言ってる本です。ライフスタイルと音楽とどうやったら豊かに生きる。こういうことを考えてますね。はい、こちらドーン、リットミュージックから出てるガズレレ、ウクレレ教則本、初心者よ、今日。これわかりやすくてね、代表版なんです。ありがとうございます。はい、そんなこんなでもりもりやっております。明日会える方、お会いしましょう。全国まだまだ行く予定でございます。音楽でワイワイ楽しんじゃおう。それではさよなら、バイバイ、チャオ。